ティーチャー久保、ティーチャー久保、久保ティーチャー、すいませんでした。はい、謝罪ビデオでございます。はい、今ですね、久保ティー、今日今こう福岡空港の駐車場でございます。先ほど今日も一日あやさんと撮影いろいろしてきたりといろいろ行ってきたんですけど、福岡空港をお送りして、で終わって、でチェックしたら、メッセージをチェックしたら、なんと同じ動画がなってた。すいません。はい、ということで速攻、久保さん速攻、あれと思って、はい、やり直ししてます。やり直しというか、撮ってたんですけど、多分寝ぼけてたんでしょうね。すいません、間違えててました、ね。はい、うん、まあ今回ですね、また感想ですね。感想というか、まああやさんといろいろお話ししてたんですけど、それをちょっとシェアしようかなと思います。で、直近でですね、僕はあやさんとジョイントして、外注化 2.0 っていうのを販売してました。うん、で、そのことについてお話ししてたんですけど、まあ追加募集もしたんですね、最後で。まあ追加で入っていただいた方もいるんですけど、要はその、うん、謎の人がいると。例の人にしましょうか。例の人そう、例の人、例の人はいろいろ変わるんですよ、あ、久保さん例の人ですね。はい、例の人の話をしようと思います。なんかですね、例の人いっぱいいるんですけど、要はね、なんか連絡が全くないらしいんですよ。なんか1週間ぐらい経っても連絡がないらしいですね。なんかあやさんがじゃあなんかやり、商品決済して、で商品納品して、でじゃあ連絡しますっつって、で連絡1週間ぐらいないみたいなんですね。うん、はい、どうしちゃったんだろうみたいな。うん、まああやさんもそのコンテンツをこう販売していく上で、まあいろいろな気づき発見があって、まあそれは何かっていうと、結局なんか商品を買って、あ、これ例の人じゃなくて、まあ、商品を買って満足する人ですかね。うん、商品を買って満足する人ですかね。要は、まあ、そこが沸騰点、そこが沸騰点で、ここで、いや、こっからスタートなのに、いや、こっからスタートなのに、ここで沸騰点になっちゃってるっていう人がだいぶ多くないですか、久保さん。なんか買って沸騰点終了みたいな、熱量、そっから、よし買うぞ、頑張るぞ、やるぞ、下がっていくっていう。いや、そっから逆にまたターボエンジンやろみたいな。いや、こっからは、ここまでは、その、なんだ、ここまでは普通の助走であって、じゃあ、商品買った、速稼塾に入りました、ドリームアカデミー入りました、なんか買いました、じゃあ、こっからターボエンジンじゃないですか。ね、久保さん、僕ね、限定公開にしましたけど、もう一般公開したろうかなと思います。じゃあ、一般公開します。もう、結構ね、ターボエンジン回してるのになみたいないいやと思って。僕もコンテンツ販売するんですけど、この久保さんとのリレー多分相当じゃないですか。またもう販売終わってるのにね、久保さんはロバート清崎シリーズでこのくっつけてきてますから、いや逆にうまいなと思いますけどね。ロバート清崎ワードジャックですね、完全なるまあすぐやるっていうね、すぐやりますよね。ロバート清崎ジャックできますね、やり込めば多分なんすかね、これ。まあ億万長者合宿終わってからやり取り、まあね、最初ね、1対1、1動画ぐらいのやり取りだったんですけど、どっかの表紙でいきなりね、5、6本になってるって言ってまたね、そう、久保さんにもぼやき動画送ったろうかなあ、いや送んないですけどね、ぼやき動画30本を送ったらどうですかでね、そう、うん、でもまあ今回結構まだちょっと編集してないんですけど、朝起きても動画撮って、まあ僕ちょっとガッチャンコしないといけないんで、朝ホテル、昨日その寝たのが5時ぐらいなんですね。で起きて、まあ9時半ぐらいに起きて飯食って、で、飯食った後、
動画すぐ撮って久保さんから送られてきたじゃないですか。で今回その朝見て送られてきた動画が、その結構その小学生がやってるよとか、まあいろんな小ネタがあって、ああこんな人もおんねんって僕は知らなかったんで、うん、でまた動画撮って、でまあちょっと編集する時間なかったんで、すぐあやさんと合流してまた動画撮っていろいろ行ってみたいな。そう、ああそう、あどうしようかな、タイトル機械損失にしようかな。まああやさんがよく言ってたのが、そのまあ機械損失って話ですね。機械損、まあもうその場は訪れないよっていう、うん、この一瞬しかないし、うん、そこもったいない、うん、もったいないって思わないですかねとか、うん、まあ久保さんもなんか買ったりとか、なんかどっか行ったりとか、なんかここでコンテンツ作らないと、ここで動画撮らないと、ここで写真撮らないと、もったいないっていう気持ちがあるかわからないですよ。もう空気になってるんで。僕は、ま、僕も空気になってる部分があるんで、もったいないっていう感情ももちろんあるんですけど、まあ普通に、なんか当たり前のように撮ったりとかしてますけど、なんか多くの人って、まあそういうのもないですよね。うん。そう。そう。うん。だからさ、もったいないっていう言葉に最初の話を位置づけるんだったら、買ったのに、入塾したのに、それ講師と連絡取れる環境なのに、そのもったいなくないって話ですよね。どうですかね。塾とかね、速稼塾とか入りました、じゃあ久保さんといつでもつながれる、速稼塾の塾生の〇〇ですと、久保さんと、これ久保さんはどう思いますかねと、僕はこう考えてるんですけど久保さんはどう思いますかねっていう風に聞けるわけじゃないですか。だけどそれをしないって、もったいなくないですか。だから一般の人だったらそれは聞きづらいかもしれないじゃないですか。一般の人、何も久保さんから何も接点がないで、ダイレクトメールでいきなり聞くよりかは、塾、速稼塾の〇〇ですって言った方が、久保さんも、あ、塾生さんからっていうことで、やっぱ聞いてくれやすいですよね。だけどそれをしないっていう、うん、だからどこに価値を感じてるのかなっていう、買うことに価値を感じ、いや僕はそのもうノウハウとかね、情報に関してはどんどん価値は下がってると思うんですよ、正直。なぜ価値が下がってるのかっていうと、それは言うまでもなく、無料でいっぱい出てますから、無料でいっぱい出てるんで、うん、価値はもうなくなってるんですね、昔に比べると。じゃあどこに付加価値があるのかっていうと、僕の一番の最大の付加価値ってのはどこかっていうと、その教えてくれてる人とつながれる、そして、交流ができるっていうところ、直接聞けるっていうところに付加価値があるんじゃないかなって。でそのつながれる人っていうのはどれぐらいの経験値を持ってるのか、例えば僕の場合は15年ぐらいやってます、久保さんも全くゼロから、何億っていうのをね稼いで隠居まで行ったと。でそういう経験が自分がない状態なのに、じゃ状態でその経験がある人とつながれる、じゃあ今から自分が辿ろうとする道を、うん、もう辿ってるわけじゃないですか。じゃあそこのヒントってめっちゃあると思うんですよ。てかありますよね。いくらでもまあヒントみたいなアドバイスとかいくらでも言えますけど、もうそれの道しなんか来ないですよね。うん、連絡が来ないし、まあそもそもやってないから連絡が来ないっていうのもあるのかもしれないですけど、うん、でもそれは非常にもったいないだなと思いますね。うん、はい、ということで久保さんまた送りますんで、まあ限定公開してましたけど、もう一般公開したりますよ。僕がもうこの移動中ね、久保さんのあの地獄の特訓ですよ。もういじめレベルのね、こう僕もねヒートアップするとね、それ乗っかるし、あれなんですけど、あれなんで5、6本になっちゃったんですかね。あれいつからだろう。よくわかんないですけどね、なんで5、6本の、最初1本だったんですけどね。なんかゆっくりやっていきましょうって話で、僕もかまかけたのかな。まあ1本ずつだとあれちょっとあれなんでとか言ったのかな。もうちょっと動画撮りすぎて覚えてないんですけど、まあいいや。はい、はい、では謝罪動画にしましょう。はい、間違えてすみませんでした。謝罪になってない謝罪ビデオにしようかな。まあ、ちょっと考えます。考えましょう。うん、皆さん考えた方がいいですよ、いろいろと。うん、考えてないようで考えてないんで僕。お前なんやねんっていうね。考えてないようで考えてない、考えてないようで考えてないけれども考えてるって。
わからないですよね、これね、意味が。そう、意味がわからないぐらいでちょうどいいんですよ。そう、考えてないようで考えてなくて考えてるんですよ、はい、いろいろとね、はい、ということで、久保さんまたまあ、この動画を送るときは、まあ、一気にまた送りますんで、編集して、はい、6本はできてるんで、これ7本目かな。あとはまあその追加、その追加というか修正のやつも含めると8本ぐらいですかね。一気に8本送りますんで、まあ、ちょっとまた夜中になるとは思いますけど、はい、では、この度は申し訳ありませんでした。頑張ります。では。